はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日はアルバトリオン使っていこうと思います。このキャラね、めちゃめちゃ強いのに、なんと今回アンケート選ばれませんでした。僕、スキブプラスになるのすっげえ楽しみにしてたんですけど、されないということで、結構、サブ性能は火力特化って感じになっちゃって、結構微妙な感じの立ち位置になってるんですが、ただそれでもね、毒耐性プラスを持ったことによってかなり優秀になってるので、アルバトリオン使っていこうと思います。はい。このキャラの特徴は無効貫通を3つ持っていて 15.625 倍火力が無効貫で出ます。さらに神キラー悪魔キラーを持っていることによって神タイプ悪魔タイプには攻撃力4155の無効貫3つの神キラー悪魔キラーってことでめちゃめちゃ火力が出ます。さらにバランスタイプなんで好きなキラーを振れるんですが、今回は神キラーを振っておきました。でなおかつこれに神キラー武器をつけてあげることによって今回は神タイプをぶっ潰していこうと思います。はい、一応セリカ装備は指延長目的でも採用しています。でパーティーはこんな感じ。バージェルに鳴神装備継承で吸収無効対策というよりかは操作時間減少対策ですね。でバランスキラー武器として採用しています。アルバトリオンは指延長、そしてポロネですね、毒目覚め耐性つけてあげてスーパーワン継承です、そして白身琴音山本源流祭で属性吸収無効対策、グラニスにリナインバース継承で創作化耐性とスキブ、そしてプレーナですね、プレーナは悪魔キラーさんとしてファガン装備継承で聴覚性暗闇耐性プラスです。今日はこの編成で裏劣化やっていこうと思うんですが、まあボス階層まではね、正直アルバトリオン先輩あんまり出番ないので、まあ序盤はねサクサクってやっていこうと思うんで、まあ一旦カットしていこうと思います。ということでまあ途中から見ていこうと思います。よっしゃ、とりあえずやっていこうか。ここグランディス打ちます。普通にぶっ倒していこう。でまあね、グランディスが3倍エンハンスあるんですよ。でこれとアルバ、間違えた、アルバトリオンか、アルバトリオンか、グランディスとアルバトリオンがめちゃめちゃ相性いいんで、まあこの2人を組み合わせていけば特に問題なく敵をボコボコにできるはず。ボコボコにしてやりたいと思ってます、マジで。やっぱアルバトリオンのさ、このキラーの火力とさ、グランディスのエンハンス絶対相性最高じゃね。でここ操作時間減少やっちゃってるんで、これセリカ打ちますね。一旦一回セリカ打ってあげて、これで盤面を整理します。はい、もうさすがにね、水ドロップないのは仕方ないんで、なんかね、わかんないんですけど、ちょっと結構今使ってる感じね、めちゃめちゃ水ドロップ枯渇してるんですよね。なんかあれなのかな、なんか枯渇する魔法みたいなのがあるのかな、知らない間にさ水ドロップ消されてるみたいな闇なんだけど意外とね、でも枯渇するんですよね、そう2色って。日頃全然気にならないのにね、なんか日頃気にならないことって実際枯渇するとめちゃめちゃ印象に残るから、すごい枯渇してるように思うんですけど、実際は全然枯渇しないんだろうけど、なんかめちゃめちゃ枯渇してる気がするんだよな。でまあとりあえずここもね、普通にこんな感じで倒していきます。でここの次ね、ヒドロップ、9個いるのでヒドロップ温存しておきましょう。あ、あと1ターンやからいっか。え、やばい、耐えてくんの。ちょ、待って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 、まずい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 よまずいよまずいよ。いやでもまあいいか。うん、10コンボなんで倒していこう。あれなんですよね、アルバトリオン先輩は無効貫通組んだら強いんですけど、別に無効貫通組めなかった時はそんな全然強くないんで、これも結構大事なところなんだよね。アルバトリオンはあくまで無効貫だけなんで、だからグランディスとかと相性はいいんだけど、逆に言えばアルバトリオン入れる場合ってグランディス2枚とか入れづらいじゃないですか。無効貫通組めないとそんな強くないっていうところが結構痛い弱点ではあるんだよね。だから他のところでさ、76の火力を補ってあげるのはめっちゃ大事。あとウラシュラとかでね使いたい場合、マシンキラーが欲しいんですけど、アルバトリオン先輩ってあれなんですよね、神悪魔なんですよね。ただまあ言うて道中で神悪魔を刺してボスだけはマシンキラー3突しておいて、そのマシンキラーの火力でカンスト狙うみたいなのも全然ありだとは思います。まあ、言うてグランディスとかと合わせると全然カンスト火力出せると思うんで、それでもそっちの方が実用性はありそうかな。まあどのパーティーで使うかって言われたらもう担当性ダンテレムー一択やと思うけどね。そう、やっぱでもね、ちょっと今回はね、神キラーが生きてるところを見てほしいんでね、今日は裏劣化にしました。はい、まあ、多分こっちの方がもう露骨に強いの分かると思うんで、ちょっと今ね実はうずうずしてます。はい、こんだけ神キラー振ることあんまないからね、まあ、正直もうこれ半分だってネタだもんね。明らかにもう動画意識しちゃってるもんね、アルバトリオンが完全にこうセリカまでつくのは結構やってるからね。うん、属性吸収無効はポロネ打ちます。指めっちゃ減ってるんでマジ注意だけど、まあ言うて神キラー乗るんでいけると思います。とりあえずこんな感じで組んでおいて、まあ、言うてアルバトリオンの神キラーとで倒せるんじゃないですかね。お、ナイス。いや、アルバトリオン言うて神キラーだけでも強えな。今5億9000万ぐらい出てた気がするんで、言うて悪くない。アルバトリオン、いや、グランディスかい。いや、グランディスかい。いいんやけど別に、なんでグランディスなんやろ。
OK で、ここも普通に7コンボ組んでいきます。なんでほんまにグランディスなんやろ。グランディスはちゃうやろ絶対。でこれセリカあと1ターンで溜まるんでセリカ打ちますね。はい、で15回想 OK。 じゃあここは一旦盤面整理してあげてセリカ打って倒していきます。はい、アルバトリオンが溜まるのでセリカ打ってあげて、これで操作時間を伸ばす。でこれめちゃめちゃ敵強いんですけど多分耐えれるはず。逆に倒しに行くか、逆に倒しに行ってみようか一回。あでもコンボ加算ないから7コンボなんでどうせ倒せないですね。はい、ただ耐えれるはず、全然余裕やん。強、それはそれで強すぎる気までするけど、まあいいや。ヒドロップ早く、よいしょ。ヒドロップ待ってから水ドロップ変えて、闇ドロップ変えて、光がいいな。間に合うか。2、3、惜しい。あと1色分か。落ち込み1コンボ、ついてないな。じゃあこれグランディス打ちましょう。めんどくせえんで、ね、めんどくさい時はとりあえずグランディス、もう正味グランディス打てば余裕なんで。キドロップ待ちます。 OK、 これで7コンボっすね。はい、で1コンボ加算で8コンボ入ってグランディスの火力でぶっ倒していきます。まあ、正味グランディスがいれば全部倒せるんで怖くないと。オッケー。でルーレットがうざいですが16回走。なあ、イザナギか。イザナギ先輩は人水以外なら嬉しいっすね。木でいいっすか。木で、え、なんか最近この人言うこと聞いてくれるんだけど、なんか俺手組んでるもしかして。実は裏で俺は手組んでるかもしれない、イザナギと。ちょ、お前、ひ、イザナギさ、わかるでしょ、動画のこと考えてくれよっつって。イザナギと手組んじゃってるかもしれないね、これ明らかに。もうやばいでしょ最近。 OK、 じゃあこれは普通にこのままぶっ倒していきます。はい、プレナとグランディスの副属性で抜いていく。17階層さあ、シェヘラザードっすね。ここはもうね、グランディス使ってあげて普通に無効貫通の火力でぶっ倒していきます。ユレットで色消してくれるのもあるので、初手そんなうざくなかった気がするけど、一応ヒドロップだけ残しておきますね。オッケー、こんな感じかな。でグランディス打ちます。はい、雲か。オッケーオッケーオッケー。あ、まあまあいいや。何秒、それによる。9秒、すっげえ微妙。まあ、多分いけるでしょ、多分いけると思います。いきます。危な、1コンボ、ナイス。あ、そうか、グランディスの1コンボか。 OK、 でこれで倒していきます。やべ、グランディスのスキル忘れる病気にかかってる。ただまあグランディスの1コンボ加算もあってこれで倒していきます。で18階層、ここマジで油断しちゃダメ。ちょ、これね、個人的に一番怖いわ。 OK、 突破していきました。で続きまして19階層、芝だらか。どうしようかな。芝だらワンパンチャレンジさすがに無理かな。ワンチャンいけないかな。やってみるか次。じゃ一旦とりあえずね、盤面的にも6解除したいんで、ちょ、スーダンは耐久します。でちょっと削り見てから決めようかな。なんか中途半端に削っちゃってたら半分切って遅延10ターン食らって負けろが怖いんで、その場合ちょっとバージェリでも使ってワンパンチャレンジやってみようと思います。ワンパンチャレンジではないな、この時点でも。とりあえず一旦グランディスのスキルダメっすね。言うてボスに関してはもう無効貫組んであげれば余裕で2パンできるんで、そこは心配いらなくて。せやな、一回ちょっともう一回6解除してちょっとやってみるか。普通に多分ね、めちゃめちゃ削れると思うから全然いけると思うよな。やっぱせっかくならね、やっぱ普通に攻略してもちょっとあんまりね、アルバトリオの強さ伝わんないと思うんで、こんだけ神キラー振ってるなら一回ちょっとここでやってみようかな。よし、じゃあここでロックさえ食らなければ OK。 じゃあこれグランディス打って、まあ、正面2ターン耐久すればいい話なんですけど、めんどくさいんでいきますね。さあ無効貫通打ってあげて、ただまあカンストダメージの関係でね、倒しづらさはあるんですよもちろん。 OK、 こんな感じかな。ただまあ一回ちょっとせっかくなんでやってみましょう。はい、無効貫通含みながらの9コンボ10コンボさあグランディスとアルバトリオンで、いや余裕で抜くやん。全然余裕やん、もはやワンパン生きるレベルやったよね絶対今の。
やばすぎやろ。普通に火力おかしいな。で、これ山本源流星打ちます。あ、ゼリーが溜まっちゃってる。まあいいや。これね、一回ね、やってみたいことがあって、ちょうどこの機会にやりますね。これ、無効感なしでどんぐらい削れるんだろうっていう。これ、正面無効感組めるんですけど、ここから。ちょっと無効感なしの火力一回見てみたいよな。なので、一回ちょっと無効感捨てて。やめて。オッケー、これで。あ、これ、7コンボか。ちょっと見せました。すいません。ちょっともう一回いこう。無効感なしでどんぐらい削れるか、ちょっと様子見してみよう。だって言うて神タイプさ、30倍キラー乗るわけやん。それなりに削ってくれないと困るんだよな。オッケー。これはさすがに8コンボいってるかな。オッケー。これで9コンボっすね。一回ちょっと様子見でね。え？バージリとアルバトリオンが無双するのやめてもらっていいですか？忘れてました。すいません。バージリ先輩正直言ってごめんなさい。忘れてました。あなたのこと。それいましたね、あなた。忘れてた？そっか。バージルもいるからこうなるのか。これもうもはや無効感と組み意味ないっすね。平積みでいきます。もはや無効感組んで、コンボ見せる方が嫌なんで、言ってることやばいけどね。無効感組んでコンボ見せる方が嫌だから普通に組むっていう。はい、これで。はい、OK ですね。ちょうど予感当たってましたね。はい、で、これで、あ、強すぎ。なんか、すいませんでした、皆さん。強すぎて強さ分かんなかったと思うんですけど、本当に、神タイプと悪魔タイプに強いドラゴンちゃんなんで、まあ、ぜひね、残す人は残しておいてください。ちょっとあまりにも強すぎて、あんまり評価さえもできなかったけど、とにかく答えは強いってことです。はい、ということで、今日はアルバトリオン使ってみた動画でした。こんな強いのに強化アンケート入んなかったのめっちゃかわいそうやな。で、まあ一応多分ね、今日ね、アルバトリオン使ったんだけど、多分明日、またね、アルバトリオン、以外のね、5体が多分強化来ると思うんで、そこら辺のキャラ評価していこうと思います。じゃあ、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。